激アツなベーシストさん発見されてしまう。2022年ビーズツアーのサポートメンバーとして激アツなプレーをしていた清さん、名前からは分かりにくいですが、ソロでも活動している女性ベーシストです。15歳でラルクアンシエルやルナシーにハマってベースを始めたという清さん、マーティー・フリードマンやジギー・森重十一のサポートなどを経て2016年にソロデビュー。同じ年には工藤官九郎監督脚本、永瀬智也主演の映画 Too Young To Die 若くして死ぬにベースシト役で出演しています。ベースを始めてからすぐにプレイヤーとして活動するのではなく、なぜかクラフトスクールに通って作る方を目指していたようで、クラフトスクール講師まで務めた異色の経歴を持っています。おにぎりが食べたいんだが。はならいばいの大物だ。ビーズのサポメンの子だ。森重十一のサポートで知って、そっからビーズのサポートまで行くとは思わんかった。ベースもいいんだけど、何気にいい歌メロを作る人ってイメージ。森重バンドでは楽しそうに弾いてたようなノリノリで、関西住みだから低阪神のライブハウスで見てたよ。むしろビーズの方が学生の時以来聞いてないからわからん。ライブ映えするベーシストだよね。音も見た目もかっこいい。時江姉さんの次の人って感じ。清だけでバンド組めそう。日本三大清、山下清、小玉清、中畑清。よしなさい。マーティ・フリードマンのツアー動画で見た。ロックな化粧と衣装で弾く姿がかっこよかった。正直スラップなんかの超絶テク見せつけられても、ああそうなんだってなるだけ。グルーヴ感があるかないかでベーシストの価値を決めるけどな。スラップやらないとベースはなかなか目立てないからね。ライブ見たけどステージ映えする人だな。今年のビーズのツアーもサポートメンバーだよな。楽しみ。容姿はモデルみたいな清さんですが、ステージではヘッドバンギングしたりガニ股で移動したり、ベースのテクニックはもちろん、そのギャップでもファンになってしまう人が激増。2023年のビーズツアーにもサポートメンバーとして参加することが発表されています。